た。すごいですね、雪が。すごいんだよ。すっごいよ、めっちゃ積もってる。あそこズザーってやってきてよ。まだ、ザーって。まだ危ないよ、怪我するよ。怪我するレベルの雪だよね。姉ちゃん、もう元気だろ、やってこいよ。やめて、お兄ちゃん、鬼が病み上がりに。鬼畜だな。2番。え？嘘？2番だったらクイーンレベル。じゃあさっきのクイーンは1番だな、多分ね。うん、雪だね。こんな雪舞う季節はいつもすれ違い、素直になれないなら喜びも悲しみも虚しいだけ。粉雪ね、心まで白く染められたなら、ああ二人の心分ける、言葉できたかい。え、本気出していいの？粉雪本気出していいの？本気出していいの？本気…ジャイアンやっていいの？俺、ね、お前がやるならやるよ、俺も。やってくれるの？いや、多分みんなドン引くよ。あまりの声量とあまりの下手さに。いや、俺もこれでもちょっと抑えたよ。ちょっと、あ、じゃあ勝負っすか、今度。この勝負っすか。でもうるさくなりすぎるよ。じゃあ後でやるか。後でやるな。まあ、粉雪というか、ボタ雪なんですけどね。あれ、なあ待って、誰も来へん、急。あ、ちょっと待って、あ、ここ途切れんねや、ちょっと待って、どうしよう。あ、ダメよ、埋まってくの、埋まってくから、もう、打つわ。数にしとこか、もう、なんか埋まりそう、もう。今日は初めての並びじゃない実践なの？お願いします。アージン、並んだ方がいいですか？打ってみたい方でいいよ。あ、じゃあこっち行きます。これ何曲歌ってみ？歌ってみ、今やったら大丈夫だから。ここで？いいよ、ここで歌ってみよう。粉雪、粉雪ね。また粉雪してる。本当の粉雪はこうだから。おかえり。ただいま。すいません、お元気そうで。いや、元気になりました。でもなんか全然嬉しそうじゃない。いやいや、あれ心配なんだよ、俺は。あれ心配なんか、うん、大丈夫かな、なんで帰ってきたみたいな。大丈夫かなって。大丈夫、帰ってきてよかった。いや、当たり前じゃん。大丈夫、しかないから帰ってくる場所、大丈夫。ただあれでしょ、どうせ部屋で裸のまま過ごして長引いたんでしょ。予定より2歳長引いたんじゃないのこれ。いや、言ってない、そんなこと。服着てた？ちゃんと着た。何着てた、うん、普通に。タオルとかだろ。違うよ。布首からかけてこうゲイ隠してるみたいな。それ着てるって言わない。だだちゃんと着てました。あったかくして中に着た。あ、よかったよかった、はい。まあ、復活しました。ただ忘れちゃいけないのがほら。何じゃないよ。あ、プロにね。もらいっぱなしはいけないからって言うんで、ね、前回いただいたから。いいよいいよ、これ二人で考えて。そうなの。はい、何、すいません、ありがとうございます。かわいいいちごちゃんの。何ですかこれ。お金。
分かんなかったんで何かっていうか分かんなかったんで、うん、お金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 金券金券金券いい金券だから、うん、本当に金券だから普通に金券だから買って好きなもん買ってほんまに金券や、うん、でも今日はむしゃくしゃ勝ちに近いんじゃないですか、うん、だって取ったのが姉ちゃんが、はい、番長え、なんで疑問系なの姉ちゃんが取った台ですよ番長のゼロです番長ゼロ、ゼロですで、我々がアラクラアラクラっつうんですかアラクラって言ってるよね、みんな本当にいや、そう、誰が言ってんのツイッターで見たアラクラっていうのアラクラそいつ呼んできて俺ぶん殴るからあんま興味なさそうだいやいやいや、アラジンはでもね、アラジンシリーズ今まであんま打ったことない、俺はあの、4号機のアラジンエースと酷似して、まあそっくりなんだへー、あ、そうなんだすごい面白いですへぇ、じゃあ教えてもらおう買ってるんだじゃあ今日笑いらないですあ、もうガチ別に、いや別に信頼実践いつもその笑いは真面目な、真面目な信頼実践そうだね、信頼実践、真面目にしようだからしっかり機種解説をえ、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ時代に取り残されてるから、わかんないよいや、いいよ、見ながらでいいよ見ながら行くかパチセブンとか見ながらでいいよじゃあんまり見る、じゃあんまりじゃあんまり見ますからでも大正解じゃあんまり見ながら機種解説してじゃあ今日初めてスロット番組になるってことうん、今まで違うかな今までのちょっとテイスト変えていく今ちょっと浮き足やってさそうか地に足をつけて行こうかって姉ちゃんもほらそうだねしばらくこう寝てなんか思うとこあったろ私このままでいいのかな今のままでいいのかなだろ思ったろ考えたいろいろ人生について人生今後どうなっていきたいまあこのままでいいかなあ、そう、このままでいいのじゃあいいです説明とかいいです機械とかいいんで結果だけ出してくれます勝てばいいか勝てばいいんだじゃあ行こう勝つぞー出会った時の電撃に俺は感電してたこれ出てないんで情報があそうなんだ、うん、でも大体のゲーム性は分かりますへえいきますはいおっいきなりなんか出てきたリセットはしあったんで、うん、朝はちょいチャンスあそうなんだちょっとねちょっとね朝一リセットそう朝一リセットの状況あのでどうなのかよく分かんないんだけど、うんたまにドカーンと朝から行く台はある、うん、AT 入るってことうんへえー、今はもうほとんどねデジタル化が進んでるデジタル化まあ勝手にな勝手にあいや、うん、こうなったらあ出たなんか適当に押して、うん、右こうで3連になんないじゃんこれが単チェリーですなるほどねいわゆる単チェリーまあ連なんだけど、うん、3連になんなければ全部単チェリーって呼ぶんですよはで、これの何分の1かで高額に上がると、うん、あ、なるほど、何分の1か、はい、チェリーが来ました来たまた、また単純だよ、また単純だよ俺まだ光も引いてないよすごい光ったぞうわ、来たあ、来たのこれ、当たりです、当たりですこれローズは、うん、タンチェは、うん、他の当たりなのよでローズじゃんでチェリー引いてたじゃん否定してるローズローズっていうキャラへえこれ当たりですおいや心配すんの心配すんの大丈夫もう一回行くから長いねほらあここまで来たら当たりましたあーおめ
同志3年へ九州ゲームで来ました。早かったね。さあで、うん、ちゃん、通常のあらちゃんは30ゲーム1セットです。はい、でナビに従って消化すれば OK。 で30ゲーム1セット終わりました、うん、終わったね。っていうと、うん、ここからが終了なんですよ。へえ。1回目のあらちゃんが終わった後は、うん、必ず状態準備っていうところですよ。でここで25ゲーム以内に当たることができると、うん、その状態、そのショート、ロング、超ロングって。へえ。だからここからがむちゃくちゃ大事。すごい真面目なスロット番組じゃん今日。すげー、おかん。いきなり俺やる気なくなったの。なんでよ。教えて、教えて。すごい、すごいなと思ってたんだよ。教えてよ。しかも、うん、その状態に移行させると、うん、必ず終了後に有力感切れるんですよ。へー。有力感切れると、うん、50% でまた状態に行くんですよ。でしかもその場合有力感切れた直後の、状態は、うん、状態準備がないんでいきなりそのショートかロングか超ロングに行くんです。へー。だから結構一撃5000枚のアンダーってあるのは、うん、そこの有力感切れてそこでまたうまくうまいこと長いの引いてっていう。へー。すげー継ぎはぎらしくねえな。すっごいねー、あの変な感じする。すごいね、めちゃくちゃ詳しい。え、語ろうかもっと。語って。本当、うん。はい。荒くらなんてやつ許さない。許さない。荒くらじゃねえんだよ。はい、え、荒くらじゃねえんだバカ野郎。荒くらじゃねえんだバカ野郎。荒く、荒くらはいいよ。荒くらって何？検索してみろよ、穴くら。穴くら？穴くらはいいよ。荒くら許さねえば。何穴くらって聞いたことないよ。ごめん。何？おっくらだ。何？おっくらってでも何？このおっくらとは、じゃあこれ読んで。ねえ、なんかめっちゃ風俗出てきたじゃん。読んで。クラブの略で、綺麗な女性がオンリーを手伝ってくれる男性向け風俗店のことです。そんなのあんの？すごく大事な25ゲーム、いっていいですか？言ってよ、言ってよ。25なるか。あ、タッチュリー。おい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 、いいね、いいね。来ました。あ、ここでもチェリー。おいおい、それはいいよ、いいよ、いいよ、すごくいい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 。あ、これもう探知、もうこの時点で、この時点で探知に、探知決まり。そうなんだ。あ、下段で揃うことないから。もう今回決まりやバカ野郎。決まって。3回引いてんだぞ。3回引いてるんですけど。おお、くちゃ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 。さあ、ナイトステージ。はいはいはい。ナイトステージ。はい、あ、そうなんですか。はい、もう大丈夫、大丈夫。そうなんですか。なんでいきなり敬語になってんだよ。そうなんですかじゃねえんだよ、俺知らないおじさんじゃないんだよ、俺な、おせっかいの知らないおじさんか、俺。隣のおじさん。しかも、だいぶ嫌がってんじゃねえか、そのくしぶり。なあ、なんかお前、移動しようとしてねえか。初めて言った、いろいろ教えてくるおじさん。お姉ちゃん、お姉ちゃん、チャンスだよ。時間の問題ですよ。時間の問題、時間の問題。あ、来た来た来た、これチャンス。はい、来た来た来た。ツボ出てきた。おいおいおい。で、これは決まったと思うよ。決まったよね、さすがに。待って
前で見てろバカ野郎。あ、そっか、ここで今度は回しちゃダメなんだ。切らなかったじゃん。おじさん、多分またすぐ来ます。来る、はい、大丈夫、ナイトステージ終わっちゃうんじゃないの。あのね、ナイトステージ終わるとどんどん薄くなっていくから。やだ、まだ大丈夫。お姉ちゃん3回キャッチ引いて、そりゃないよ。おじさん、ナイトステージまで行って。そうなんですか、まずいよこれ。あ、薄くなってきた。なんか、だろ、昨日なんか悪いもん食ったんじゃねえか。昨日夜何食ったんだ。昨日何食った、言ってみろお前。宮本むなし。宮本むなし、うん、嘘つけこの野郎。お前定食屋だろそれ。そうだよ、お前チッポ食ったろ、チッポ。ちょっとなあ、おう姉ちゃん。呼び出しだよこれ。すいません、隣食べてさ、店員さんには出禁にさ、出禁にするぞ。おじさん、すいません、すいません、出禁にするぞ。もう店員さんにゴソゴソって、隣のおじさんが俺こう引っ張られて、えあんましねえ俺。引っ張られてくんだよ。事務所だよ事務所。恥ずかしいよ。隣の子に事務所で、事務所で何て答えるんだよ。やめてくれ。ひどいよ。ねえ、ひっこじゃなくて、あらちゃんが欲しいんだよ。そうだ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 。わあ、ねえ、めちゃくちゃ引き悪いってこと俺。いや今のは決めたかったね。あんなに買って聞いたのに。本当にずっと家にいて当たり前なんですけど、家で療養してて40度くらい熱が出たから、もうちょっとやばいんじゃないかと思って。一人暮らしなんで誰も頼る人いないから、ましてやコロナなんでね、誰とも会えなかったんで、とりあえずメンバーと友達に連絡して自分の住所と部屋番号を伝えて、24時間反応なかったらやばいことになってるから、ちょっと来てくださいっていう LINE だけ残して、でもう熱が下がってからはずっと息が苦しいのと、体がだるい日々を過ごしてて、何にもほんまに信じられないぐらい何にもしてない3週間。久しぶりの収録、本当に緊張してます。あ、まだでもまだ回転してるよ。電柱走ってます。あ、これ対決、勝負じゃ。対決行きました、今日初めて。あ、ちょっと待って、ベーゴマー、ベーゴマー、ベーゴマー弱対決なんや。エロズ対決変わってるの面白い。仕上げが甘いぜ。はい、ズルズルじゃ。はーん、光ってますけど。追い込むよ。はい、どうぞ。あっさり、あっさり。あれなんかすごい良さそうなところにいない。あ、なんか割れそうやし、これカウンターが。あった、あー、特訓です。特訓に行きました。
あ、対決です。20ゲームぐらいいってる。あ、3か。ついてこれるかい。特に熱くはなさそうだけどね。あ、でも待って。あ、来た。また。なんか熱かったのかな。やっぱゲーム数長かったからかな。だから5本です、5本。座布団よこせ。え、ない。あ、何どういうこと。最高額のダマスチョコ。はい。あ、取ったぜ。2戦目。待てこら、2戦目、なんなんすかこれは。こう、あ、こうやって発展することがあるらしい。勝利時に別のライバルとの対決に発展することがあるらしくて、勝てば勝つほど、あ、勝ち続けたら、まあもちろん AT に行くよってことやな。うわ、かっこいいな。怒涛の差しじゃ。いや、なんかやった、そんな強そうや。絶対勝てる。わー、来た。うるせえ、直してこいや。出直してもらって、秒で倒すよ。虫取り。めちゃジェントルマンやね。これ勝てるってことやん。じゃあ、あれ岩尾さんまで言ったけど、え、こんなジェントルマン。なんやの、もう、あ、岩尾さんまでは行かれへんかったってこと。そうなん、ダメやん。じゃあ、あ、おなら確定で 75% 以上です。 AT 確率、え、AT の可能性。いや、まずちょっとやばい。あ、ごめんなさい。はい、5本で青7ボーナス。AT に近いはずだ。やればいい。はい、出発、あ、出発タイムまで19件。そう、黄色から進まへんけど、もう大丈夫ですか。あ、ポッポ来た。あ、ポッポ、あ、熱海まで来たで。で、残り1ゲームで出発タイム。あ、超だよ。これは絶対行ったやろ。これは絶対行ったやろ。超しっぽっぽ。あ、だー、あー、これ OK やな。これ OK やな。どうしたらいい。これ揃えたらいいんかな。揃えればいい。よし、やりました。 AT ゲットや。あー、髪の毛ふさふさや。あ、終わりました。いただきロードな、ロードです。 AT いただきロード、ちょっと見ます。一緒か、シリーズと一緒か。ロード、左バカかばすぜ。あ、はい、弱そうやけど。あ、チャンス目です。あー、すごくない。はい、チャージ。あー、なになに、なんや。いただきチャージって、突破ゾーンに入ったんかな。あ、この押すポイントを貯めるとかなんか。ひとまず10ゲーム間で、あ、レア役引けば、あ、レア役とかこのゼロぞろいでチャージをストック。
さあ、1セット目がラストだけど、もう1個あります。2回目、あっと、これゼロ、あ、ゼロ揃うんちゃう、揃わへん、あ、これチェリーなんかな、そういうことや。だから3セット目もいけますと。で、ラスト。まだもう1セットあります。3回目。3回目、継続すればなんか、ここ大事なんちゃう？大事やん。4セットごとに、鉄拳制裁クラッシュ。ラストです。あ、ラストどうだ、あー、ダメか、終わってしまった。4セット目を前にして終わってしまった。270ポイント、あれ何、あ、30ゲーム消化したよってこと。あ、戻んねや、そうなんや。一緒、チャージ、え、これ入ったらさっきまだ30ゲーム戻るもんな。あー、熱い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 、来た来た、はい、これストップです。1セット目消化で2回目、ここで3セット目ラストです。4セット目の壁がある。でも30ゲームに戻ってくれて575ポイント、そろそろお、行きました。あー、なに？黄色まで上がってくれたんだ。右、左、レア役でこの格上げをしてくれてるってことか。これはシンプルに期待度やな。あー、赤までいた、赤までいた、根性、根性、あ、でも赤までいってるから勝てるよね、さすがに。根性や。中、右、左、少し遊んであげるよ。来た、ジェントルマン。ローラースケート、あー、今日対決っていうやつちょっと待って、おもろいぞ。大丈夫やんな、バナナの皮や、結構古典的やん。あ、そんなバナナ、あ、来た来た、これはありがとうございます。あ、これボーナス、ボーナスです、ボーナスいただきました。あー、これは何、イレギュラーボーナスということですか。仲間が来た方がいいとこあるんかな。おお、来た、チャージ、くるくるした、めちゃくちゃ順調じゃないかい、これは。もう一個行ったらどうなん。あ、終わっちゃった。いただきチャージをゲットしました、274枚。あ、確定して
せるからね。はい、何か右左かわすぜ。あ、はい、あ、これ今日チェリーやん。あ、今日チェリーやんな。来ます、いただきチャージ、いただきチャージ。あれ終わったけど、あ、え、あれ分かってない、分かってない、分かってなかった。え、確定はしてるねんな。もしかして30ゲーム消化してから出てくるんか、もしかして。ついに出てきましたか。お、はい、これでいった可能性もない。貯められなかった、125ポイントです。マジか、終わる。あー嘘、でもチャンスなん。最後はこの煽りが来てくれるのかな。どうですか、ラスト、いけ、ある、ない、終わり、終わりか。あ、終わったな。ドン、おう、ゼロがだけいった。あ、行くかも、なんか最終ゲームは対決緑です。勝負じゃ。え、ベーゴマよ、あー、嘘、厳しいんじゃないですか、これは。選ぶぜ、こいつで勝負じゃ。仕上げが甘いぜ。あ、これは厳しい、追い込むよ。あー、負けたー、ダメなんや。あー、ほんまの終わり、せっかく最後のチャンスもらったのに終わってまった。530枚です。あれ結構出たじゃん。あ、すごい順調だった。順調、うん、おうおう、あの解説は全く、はい、あ、いい、出しちゃえばいいから。あ、大丈夫、いい感じだよ。5000円、5000円。あ、5000円、もう自分のことちゃんと思い出せ。思い出せない。いや、思い出せよ。どういうこと。自分が何かをちゃんと思い出せよ。あなたはどういうこと。機械です。なんで久しぶりに聞いた。だからだ、まあ、5号機ないから無理だよ。あ、大丈夫、出してさえくればいい。機械は5号機も6号機も4号機も関係ない、関係ない、関係ない、うん、大丈夫。今日は結構いいかもよ。今日は結構いいかもよ。な、何しよ、結構いいかも。これ何しよ、いいよって。ああ、いいよ、調子いいよ。あ、あの、無理しなくていいから。あの、黙々と回して、黙々と出してくれば大丈夫。調子がいいです、今日は腕の調子が。530枚。あ、来た、わあ、団長。これは熱いぞ。うおー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 で、おーおーなんか、なんかな、おーおーおーいっちゃった。いや、あ、いい、いい、なの、いいかな、次、七、あ、もう一回、いけ、いけ、うお、いった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 、おー、見上げながら。すごいな、なんで相当し6000円。俺のが探知聞いてんのに。No、でもたまたま、別にその設定さ云々ではない。下ずらいっぱいあるね。あるよ、パンパンです、パンパン。当たったの。当たった、早かった、5000円だよ。マジで。さっきおとんも来たんだけど、うん、2人の様子を聞いてなくて、うん、あ、おとんはあらちゃん
アラちゃん、あ、アラジンチャンスね。誰、え、アラちゃん、俺はノーアラちゃん、まだ誰俺のアラちゃん、誰だよ、アラちゃん、ごめん、ごめん、俺のアラちゃんだからさ、アラちゃんしたいね、うん、アラちゃんしたいね、うん、アラちゃんしたいよ、しよう、あの、でも、うん、アラクラって言ったらダメだから、なんで、アラクラはダメで、オラクラはいい、オラクラ、うん、え、オラクラ、オラ、オラクラ、うん、え、なにそれえ、オラ、オラクラ、やばい、教えてもらった、教えてもらったっけ、やばい、やばいワードでしょ、うん、やばかった、え、やばい、やめて、やめよ、ねえ、姉ちゃんわかんないから、うん、俺もさ、わかんなかったんだけど、あの、教えられたんだよね、え、なんて言ったの、オナなんか見るからね、見るか、お姉ちゃん、頑張って、ね、いい調子ってことね、いい調子だよ、いい調子ってことだね、 ありがとう、頑張ります、うん、またね、え、急に席立って、え、どうした、なんなんの、オナクラってのは本当にわからない、後で調べます、珍しく姉ちゃん引いてたじゃんドン引いてた、さっき大事、さっき単発あったからね、うん、いやー俺も10本なくなっちゃった、いや、あの、大丈夫、大丈夫なの、これは、あの、正直アラジンクラシック、あ、荒いんで、そっか、で、結構飲まれても取り返せる、30本だったら全然余裕です、あー、マジで、はい、じゃあ、遠慮なく2枚目いきます、だって、余裕で取り返せるんでしょ、余裕取り返せるけど、うん、まあ、若干の遠慮は必要だよね、やっぱね、あ、そうなの、そりゃそうだよ、乗り打ちだからな、おー、そっかそっかまたダメだった、しっかり静かになってる、マジか、あれ、おとん、ゼロ、や、また散髪だよ、また散髪、やっちった、ちょっと一本いただくよ、あの、純粋の、待って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 、え、お茶でいいやん、え、お、そのウーロン茶はどうしたん、でも黒ウーロン茶の方が、ボスって書いてあるボスのウーロン茶ねえんだよ、黒ウーロン、違う、ブラックコーヒーですね何やったんですか今日、スロットアラチンで、アラチン2回当てました、アラチン2回当てただけだよな、あと説明で喉がカラカラ、ずっとこれ説明してる、確かにな、今日は木村巨拓さんっぽかったもんなむちゃくちゃ飲みづらいむちゃくちゃ飲みづらいです、すごい、あの、ボーってなっちゃったもんな確かにな、そうか、木村巨拓さんだったら、あの、コーヒー飲むだなんてとても言えないもん、俺どうぞ、あの、ごゆっくり、あ、一服でもしていってくださいキムラクタクさんには俺言えねえ、めちゃくちゃの見づらいどうぞ、あの、説明していただいたんで、あの、ゆっくり飲んでください、ちょっとね、え、いつもはキムラクタクさんっぽくないですか、おとんじゃん、おとんおとんじゃん、もういつも俺のとんじゃあ、いただきます、あ、どうぞゆっくり飲んでください、あ、あの、一気飲みは良くないと思います、最速最速でおとん、うわー、いい肉、とにかくペロリださんはいはい、うわ、一回アラチャ当てましょう、わかりました。あっと、ローズ。あ、これタンチューです。タンチュー。はい。やったー。やっと出たー。まあ、絶対放射線のところに止まるんで、あの、いいよ、これ。回しちゃって。これはそっか。
あーやばいこれ、ね、俺がタンチ見て、おー待って、あまだいる、いる、うん、うわー青だった、あ、俺も青が来たよ。本当だ。お、お、来た来た。今蝶々。すごい。蝶々。ずる。ずる。ずるいよ。なんでおたんばっかり。いや、いるから。おい、ローズ。これチェリー狙った、狙ってないね、あの変な格好した、だよね、たぶんサンチェです、おお、マジか、うん、なるほど、そうだね、ごめんなさい、いや、全然全然ちゃんと2枚の早く取れてるから、うん、いいじゃねえ、だからチェリーだからダメだ、あー、そっか、そうだよさあ、次こそ、次こそ、うわー、ま、魔法のランプ、あれあれちゃったよ、 あれ落ちたよ絶対もうなんでいやーなんかあれだね、巡り合わせが悪いというか、あ何、ナビで、ナビ外れ、ナビ外れだ、なんでこれで、おで状態きました、これで、ショートかロンか超ロンかいずれかの状態にします、なんでこれ飛び出た後は必ずユリッカーが綺麗になる、あどうした、今ナビ外れ、これナビ従ったの、ナビ従って外れめてるよね、これしたらこれ本当に下がってくるよ、おい、一緒一緒同じパターン、マジだ、おめでとうございます、やっと来た、いくらですか投資、投資18本で542ゲーム、最初のアラちゃん、初のアラちゃん来ました、ただ問題はこれ消化した後ですか、うん、後だね、はい、はい、でじゃあ次の話に行きましょうか、はい、アラちゃんに入って、まあ入っただけじゃダメなんですよ、うん、ここからドーンと大きな塊に取るには、はい、まあいくつかルートがあるんですけど、うん、一つは、うん、やっぱりロングとか超ロングでずっと連打させること、はい、二つ、ロング超ロング、はい、はい、もう一つは、うん、消化中に、はい、消化中のチャンス薬、うん、まあ、探偵であるとか、はい、チャンス目であるとか、うん、で、大きい S 字、まあ、スーパーアラちゃん、スーパーアラちゃん、スーパーアラちゃん、 S、 いや黄色いでます、S、 スーパーアラちゃんを取るか、うん、あるいは A、 まあ A を取った時にひっくり返る、へえ、ひっくり返る、反転する、はい、そうすると青になるんだけど、そうすると次のセットをむちゃくちゃ技するんだ、へえ、熱そう、はい、あとはね、あれは熱いです、何、何ですか、バーだけ、バーを狙え、へー、そんなのあった、まあ、通常時もあるんだけど、へー、あと、ボーナスもあるから、あ、そうなんですね、はい、そうなんですね、わかりましたおお、これ近所のおじさんだって言われたあの、協力たくさん来たなと思ってで、次、25ゲーム以内に内部的にアラちゃんに当たれば、うん、状態に移行して、なおかつ、はい、終了後に有利区間が切れる、はい、はい、大丈夫、大丈夫、おー、なに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 、なんか来た、さあ、チェリーに当て、あ、これは行ったな、行ったね、行ったな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 、行ったよ、さあ、外れ目、さあ、はい、次ゲーム、よかった。おー、で、はい、A が飛ばされて、はい、葉っぱ、はい、飛ばされて、これもう一回飛ばされるよ、飛ばされる、もう一回あるよ、もう一回飛ばされるよ、あるよ、はい、行かないよ、おめでとうございます。あらちゃん。これで、必ずショートかロングか超ロング行った上に終了後には切れると。よし。はい、大チャンス。とりあえず取った。もうない状態です。よし。最後。おー、レンチャーで
チャンネルチューリップがある。あ、ここ今落としたでしょ。うん、で、優が消えました。メレンで終了ですけど、ここで切れたんで、ここから 50% でまた状態に行こう。そっかそっか、なるほどな。あ、夜ステージ行った。うん、めちゃくちゃチャンスだよこれ。よし、また戻すぞ。これも3人で切れちゃった。あー、だショートだったんだな。なるほどね。そう、おー、あっちー、あっちー、あっちよ、あっちーよ、こら熱いよ、あっちーよ。はい、来た。はい、着物成功。着物成功。なんでまた状態税か。これロングとか上ロングだったらむちゃくちゃ熱いと思います。あー、なるほどね。よし、行くね。あー、ダメだ、ダメかよ。ペロ頼む、おだめでした。任せろ。え、なに、え、なにでゲームス。やったじゃん。そうだ、まあ、帽子100かな。うーん、頼んだ。ペロも頑張って。俺はダメそうだ。ダメなのかい。でも100円とかやってないよ。あ、本当だ。でもその3年チェリーとかそういう子役でも薄くは抽選してるから。すごい。どう？何もない？何にもないよ。じゃあとりあえず俺が見せてやるか。どうやって出すか見せてよ、まず。いや、ちょっと待て。お願いします、木村さん。木村さん言うな、木村さん言うな。魚拓さん。魚拓さんも言うな。あー、ダメっぽいよこれ。マジか。25超えた、25超え、当然。あー、ダメだ。あー、ちょっと難しいんですけど。いや、そんな単発多くないけどな。嘘。はいか、特訓に行って。あ、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 なに、あ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 、なに、あ、なんや、叩けんのかと思った。今日チェリーやチャンスよ。めっちゃ溜まったよ。トチェリーで323件。ラッコボ黙るチャンスはもう大チャンスや。あ、これはいってるな。こんな。あれ大丈夫？ちょっと待って。わからん。あ、岩尾さん。うわ、来てくれたん、ありがとうな。ボーリングです。すごい貫禄が違う。もらったぜ、ダイリーグボーリング。体柔らか。あんな気合入れてガーターの、かっこ悪い。これそういうとこは見たくない。何、逆にすごい。え、やるやないけってどういうこと。え、大丈夫。あ、大丈夫。ダイリーグボーリング。3度目の正直ストライクで。やりました、355ゲーム目です。あばよ、さっきなんかここからのちょっと待ったなんとか、あ、ない、ちょっと待、ちょっと待ったがない。ちょっと待ったやったっけ、なんだか合わせたけど。あ、お願いお願い、お女の、あ、あ、まだ分かれへん。
終わった終わりました。まあ一応持ちメダルで当たったけども、当たったけども、これはゼロモードってやつか。はい、こっちです。来たぞ来たぞ、10トン来たぞ。待って、メダル間に合わへん。ゲーム数的にはね、16ゲームとか負けじゃなさそうやな、これ。嫌なコースだよ。いけた。あー、だこれ大丈夫でしょ。はい、よしよし、さあ言ってます。87ゲームあー、来た来た来た。あ、これちょっと待った、チャンス。これをメダルがない。入った、メダルないなったんで、ちょっと追加投資します。いやもうこれはもう勝ち続けるしかないから。あ、これはいけたでしょ。怒涛の差しですか。はい、いった。よしよし、これか、さっきこれ、この何でしたっけ、この何でしたっけ、名前誰これじゃないよじゃない。あ、マダラ、マダラさんに勝って青ナナだったからね。あ、キラキラしてる。これいけるね。はい、これいけた。あ、そう、あ、いけたいけた。で、ま、もう岩尾さん待って、凝らしてくれる。あー、してくれない。なかなか簡単には出てきてくれない。あ、でも待って、青ナナが分かんないね。青ナナじゃない可能性も全然あるのか。え、いけるえ、あ、そんなことないよな。それはそうやんな。びっくりさせられたぞ今。青ナナ、これは入れなあかんやつ。ほんまにほんまに入れなあかんやつ。あ、違うのでやってみる。大手通さんでいくか。カメラマンさんが教えてくれたんですけど、マダラさんでも岩尾さんでもないみたい。ごめんなさい、名前がずっと違ってた。早めに言ってもらってすいません、ごめん、自分が悪い、自分何も知らない、自分が悪い。これ全部いったら A 手確定でしょ。あと4ゲーム間で、うわ、いけるよ、いけー。いやー、あー、ちっちゃいビルやん。あと3つか、あと1ゲームしかない。あー、これはいった、これはいった、これはいけました。あ、レイボー、よしよしよし、よかったよかった、ほんまに。パンダ狩りレインボー確定ですよ。 AT とりあえず追加投資1本しかしてないから、6000円投資です。容赦しねえぜ。あ、ごめんなさいごめんなさい、すごい油断してました、すっごい油断してました、ごめんなさい本当に。とりあえず7揃ってます。もう、ね、休み明けでは変わらないですね本当に。チャンス面、これはどういったことに影響するんでしょうかね。はい、お、容赦しねえぜ。あれ、これいただきだぜ。これそんなんさ、ボイスちゃん、いった近くボイスちゃん、よし、7ゾロ円もらったよ、1個。チャンス目でいったのかしらね。やりました、よかった、耐えたで。
92件。さあ取り返そう。1個は持てますからね、さっきのナザルスタンで。お、紫ナビよ。ゼロ。ゼロぞろいってことやんな。いや、行ってほしい、これでも。でもさ、紫ナビ、ああ、あ危なかったぜ。なんか、右手を見せろ。行ってくれ、あ、来た。あ、気合が足りん。あ、これ行ってるな、これ行ってるよ。はい、よっしゃ。これあの、ゼロぞろいですよ、多分ね。チャージ行きました。来たんちゃうか。来てない。あ、来た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 。ゼロぞろい。2セット目まで行けます。面白い。ラスト、ラストです。あ、あ、あ、来た。最終ゲームに来たよ。マジ、これはやった。あ、行きました。鉄拳戦士クラッシュは、いただきクラッシュ、違う違う、何でしたっけ。いただきチャージのゲーム数が20ゲームか30ゲームか50ゲームもらえる、もしくは何でした、いただきチャージライジング。いただきチャージのセットを取得する特化ゾーンに行くか、どっちか。はい、これ、はい、ここから。なるほどね、どれかがもらえると。あ、レンドで、はい、これが一番寒いってこと。あ、一番まあ、一番低い報酬ですけど、まあ、20ゲーム、いつもは10ゲームやけど、でも1ゲーム目からなんか来ました。いや、来ました。495ポイント貯まりました。私あともう1個あるんだよね。そう、もう1個あるんですよ、確定してるんで。ここでゼロぞろい。どっちみちある、どっちみちありますが。あ、なんか長くない。あ、赤、あ、あ、え、でも長かったよ。あ、なんか、あ、うん、ストックしてるな、1個ストックしてますね。ストックがあるってことだったんか。いやー、2セットか。なんかもったいない、160ポイントで。ボーナス欲しいです。お願い、ない。もう一回あるよね、あのボーナスの煽りのやつね。いけ、あー、いかない。497枚、さっきより少ない。割れました。姉ちゃん出てんのかな。見に行ってこようか、うん、ちょっと見に行ってくるね、じゃあ。あ、いや、え、ごめんね、まだ、何、え、まだメダルあるじゃん、すごい。2回当たって、ちょっとトントンなの、今。え、お、トントンぐらい。なるほどね。どう、楽しい。楽しいところは味わってるけど、なんかなかなか伸びなくて、うん、あ、そうなんだ、こっちもなんだよね。当たってる、うん、本当に、うん、本当に当たってる。いや、俺、やっとさっきアラちゃん入って、やっと、あ、なんかさ、アラちゃんってさ、うん、
チャンスなだけだよね、絶対。あ、でも一応メダル出るんだよ。あ、当たりなの？アラちゃんをいっぱい続けるアラちゃんをいっぱい繰り返す続けるやつ。やつ、うん、その中でボーナスとかも絡めたら、なるほどね、なるほど。あ、そう、出玉を加速させられるんだけど、あ、そうだ、そうそう、一応当たり。姉ちゃんに任せろ。姉ちゃんに任した。前回、うん、すごい足引っ張った記憶あるの。いや、それ病に伏してたけど思い出した。記憶よみがえった。トマト揃わなかったなってすごい思ってたから。そうだ、ね、責任感じてるから。あ、じゃあ今日は姉ちゃんが頑張るから。私バッゼロでね。オスゼロ？何？オスゼロかな、これ。バッゼロ？オス版、バッゼロやね、これ。ね、なんで略したがるの？言いやすいやん。番長ゼロ。番ゼロ？うん、番長ゼロ。オスゼロ？なんでもいい。オスゼロでいこっか、じゃあ。オスゼロで略してる人多分いないんじゃない？いないかな？いや、わかんないけど。そう。発熱だから、ペロ流してるかもしれないけど。どうやった、姉ちゃん？姉ちゃん、今トントンぐらい。うん。オス番長ゼロか。え、番ゼロ？番ゼロ。オスゼロ？オスゼロ。なんで略したいの？だいたい略すじゃん。まあでも略すんだったらこれオゼロだよ。あのリゼロちゃん のオゼロだよ、オゼロ。それいいね。オゼロ。俺もオゼロって言うじゃん。オゼロいいね。オゼロいいよ。もうオゼロ打ちました。オゼロ打ちました。うん、あ、打った。あ、1回だけ。あ、負けましたけど。あ、負けちゃったんだ。また、うん、またオゼロ打ってね。あ、通じた通じた。ほんと？僕らは行ったことあるけど、ちょっと試して。来づらいよ。大丈夫、男だもん、大丈夫だよ。大丈夫だな。うん、行ったことある。ちなみに、俺くらい行ったことある？行ったことはない。あ、ないんだ。ごめんなさい。すいません、変なこと聞いて。ないって。ほら、通じた、ほら。通じた。あ、そんなメジャーな言葉なんすか？メジャーなんじゃないかな。俺も本当に行ったことがないから分かんないんだけど、何するかか。あ、そうなん、うん、結構新しい風俗とかカテゴリーだから、うん、そうなんです、はい、そうなんすか。今もあるのかな。もうちょっと前とか何年か前に、うん、戦隊って流行ったんだよ。戦隊？戦隊ってあの洗う体で戦隊。ほー、わかんねえじゃん、何かが。わかんない、体を洗う場所？いや、まあちょっとほら、洗車みたいなことじゃないの？洗車じゃねえんだよ。洗車じゃない、まあまあ、感じ、字面的にはね、洗車に似てるけど。そうなの？なんかちょっといかがしい感じではあるんだよ。なんかブラシが回ってるわけじゃねえんだよ。違うの？いや、わかんないから。うん、おかしい。そうなのかな。うん、行ったの？で、なんか収録の帰りに、うん、誰かな、うん、俺と、うん、梅屋さんと、おお、それ名前出していいの？はい、伊藤慎一さんかな。で、確か3人でいて、で、時間あったんですけど、で、2時間ぐらい空いたから、うん、なんだろう、戦隊って。で、まあ、いかがわしい感じではあるよね、うん、ちょっと、まあ、まあ、百聞は一見にしかずっていうんですか、うん、行ってみっか。おう、で、3人で行ったんですよ。すごいメンバーでしたね。おう、したら、うん、なんとびっくり、混み合ってて入れなかったんですよ。だからそれ以降ね、その戦隊に行くチャンスがないんですよ。混み合っちゃってんの？混み合ってて、ちょっと待ちますって言われて。そんなにみんな体洗ってないの？あ、いいわ。何？青。あ、青だったんだ。青だけだ。マジか。また俺だ。隣の人めっちゃ出てるやん。だから刺さったらああなるんだって。さあ今度こそ、しかも
宝石になってる。あ、来た来た、止まれ。あ、お、い、宝石、あ、あ、おめでとう、ありがとうございます。よかったね、よかった、投資が18,000円、はい。そろそろここからね、取り返さないと。いやー、そうね、ダサいね。ほとんど頼む、なあ、5回目だもんな、ほとんど。俺今日勝って帰れなかったら、うん、覚えたの、戦隊とおいおいおい、変なことばっかり覚えて、雪の中わざわざ来てさそれだけは避けたいよ身になることが何もねえって言ってるのかなあ、おい、いや、それでカットね、ふっくら戦隊、戦隊なんだよ、ちっちゃいか来た、正解だよかった、よかった、よし、さあこれ2年目、なんで状態に移行しました、はい、やばいやばい、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、いつの間に、いやー、マジか、あ、あー、あれじゃねえんだよあれじゃないんだよ、ねえねえねえ、ちょっと待って待って、あれじゃないんですよ、あれ、あの帯を持たれたお姫様じゃないんだからねえ、ちょっとあったでしょ、もうちょっとなんか予兆が、何も聞いてなかった、あの青いラクダ出てきた後に、いえ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 、バカ野郎バカ野郎バカ野郎、えでもまあいいよ、当たったから、年いくら、うん、年26、よし、大事なのは2年目からです、じゃあ俺がやってやるよ、頼むよ、まあでも一気に探偵したらここから 50% 戻してくれ、あった、あ、ナイトステージ来ました、お、久々のラクダ、チャンス目、珍しい、いいねいいね、あー、少々少々来た来た来た、ネクストネクスト、俺も来たぞ、来たの、これ、なんもなしこれは行ってないで困る、よし止まれ、よし、おー、引き戻せました、よかった、うまい、で、今ユリッカが切れてからなんで準備ありますよ、もうこれどっかの状態で、ショートロング、超ロング、いずれかの後半の状態にいると、おー、すごいね、ライターさんっぽい、ふふ、俺もそういうのやってみたい、おお、お姉ちゃん、俺もやってみたい、あんまりヤバいって食わせるよ、ほんとに、ねえ、なんてことやったよ俺、男だし、行ってこい、行ってこい、いや、行ってくるよ、こうはもうとにかく出さないと、ほとんどしまえたらコソコソするだけだから頑張らないと今日だっていつもにましてなんかすごいよ、なんか今までそんなチンポとか言ってたっけそこまで言ってなかったよね、思わず出たんだよ、どうしちゃったの今日じゃあいいよ、もう一個の方も言おうか、言わなかった、まあまあ、いやこれだけは勘弁してくださいそのすぎあげファミリアにいろんな人に見てもらってるんです、あの結構いろんな人にそれだけは勘弁してください、ジャンバリもろともそれだけはそれだけは勘弁してください、ジャンボリさんお世話になってるんですそれだけはニュージェネアもあ、ニュージェネアもう終わるんでニュージェネア大丈夫、最終回撮った、最終回はね、もうすぐ、あ、
じゃあそこで俺が行って連呼するってはどう？最終回だけは俺白い T シャツでこう買ってね最終回だけは勘弁してください。最終回はボツにできないんですいませんけど、もしくは3人1文字ずつ T シャツ着るっていうどう？最後に何してるんすか。あ、来た来た来た、これいただいたはず、よし。ちょっとゲーム数的にやべえぞ。やばいんだよ、ちょっと待って。いや、これ25でしょ、うん、これもう内部的に当たったやつもおしまいだよねえ、やばいって。もうなんで、あっちゃー、中断チェリーか。あ、来た、おいおいおい、よしよしよし、あ、よかった。あれ、青い6だ。いやもう、うん、青出たの、青い6だ。いや、バカ野郎。あ、いや、今出たの。あ、今、あ、じゃあ今出て、あ、い上がってたんだって思ったら、アラちゃん入ったの。なんとか、ちょっと、ダメそうだよ、俺、2年だよ、ちょっと。続かなさすぎない、ちょっと。だ、全部ショートなんだよ、多分。マジか、ダメ。ああ、難しくない、こんなもんよ、やれないときは。そう、まあ、でも、ゆりか切れました。これもう一回したいんだよ。うん、荒いんだもんね。お、お、どうした、どうした、青いラクダ出てきた。いいね、いいね、いいね、俺も欲しい。お、鳥、おい、やった、鳥通ったもん今。あ、俺、あ、来た、おお、まだあるじゃん、よしよし。いや、これ押せねえ、押せねえ、キャンセルできねえ、いけ、あ、よし、いった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 、よし、あ、え、切って、よし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 、やったやん、よかったよ、ったよし、こっから爆なし、こっから爆なし。サバちゃん続けてれば、あの、うん、ボーナスは勝手に出てくるから。あ、アラちゃんね。これなんつって。え、サバちゃん。ジュジュオタク。もうおじさんみたいにならないで。おとん、まだ若いのに。いや、AT はすべてサバちゃんなんだよ。違うよ。あ、ローズ。あ、チェリーシティで。はい、いただいた。はい、どこ行ってこい。ボタン押しちゃっていいよ。いやー。いいじゃん、いいじゃん、来てんじゃん。来てるよ。これ、5連ぐらいまで行ったら、あ、ロングじゃね、ロング以上じゃねってなるからね。なるほどね、うん、5連ね、まずはね、うん、今何連、今3連、3連かな、うん、まだわからんね、うん、けど、うん、あとは任せた、ダメ、早い。お、うん、ポンポンポンってついたよ、ベッドが熱い、ベッドが熱い、おい、よかった、素晴らしい、素晴らしい、よかった、よかった。カモン、おおおおお、よし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 、いいねいいねいいね、これはいるんじゃねえ、ロング以上にいるよ。お、パンチいた、お、お、ボーナス、すごい、
初めてのボーナス。いや、まず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 、これ、シャレになんない、シャレになんない、シャレになんない。もう、回答したくない。素晴らしい、やったじゃん、2人でボーナス中は、はい、バーを狙えっていうのが熱いです。うん、分かった。おお、あ、たまに出るから。この曲聴いたことある？ある。あ、バーを狙えてた。出た、うん、揃った、バカ揃った、むっちゃくちゃ当てる。揃えて分かった。これ、バーが中段なの。うん、下段にもし止まったらもうそこで一角バーゾル確定です。はい、一角、はい、普通、うん、それが普通です。うん、頼む。さあ、なんだかんだやっと400枚か。よし、お、これどこから始まった？終わったとこからか。うん、始め、おー、やったー、あぶねー。ロングをなめんなよ。何年？6年目。おー、いい。これはもう完全ロング以上だから早く来てよ、こっちに、はい、ロング取ってよ。はい、かしこまりました。ロング以上、かしこまりました。ロング以上。3週間ずっと一人で誰にも会わなくても、なんか自分の中で寂しいっていう感情がもうなくなっていることに気づいてしまった気づきたくなかった。まあちょっと体がしんどいから、まあ、誰に会うとかも会う気力もあったらダメなんですけど、あったらダメなのはもちろんなんですけど、誰かに会いたいなとかもマジでなかった。寂しいっていう感情がね、辛くしてる。気のせいやと思ってたけど気のせいじゃなかった。確信を持ってしまいました、ね。一人でも平気なんやなっていう。いや、待って、あー、これは厳しいやつやな。あれ、どこでも違うな。お願いバッスルやん。サイズどう？あ、おこと。初めてお願いバッスル来たもん。321ゲーム当たった。マジ？ギリギリやん。ギリギリやん。待って、お願い。マジ？あ、せめてビッグボーナスでお願い。あー、いや、でも分からへん。あー、レギュラーボーナスいってしまった。6本、そして6本です。ラストや。1トンゲット、1トンゲットします。特訓開始。ここで当たったらビッグボーナスってことですよね。それは、あ、ちょっと決め遅いかな。ここでもういきそうちゃう、対決。ああ、実家、そうなん、時間予告。やった、ゼロページ目。あ、そうなんや、ここが歴史のゼロページ目なんや。
けるよな、次回予告。外れへんよな、大丈夫やな、大丈夫やな。やったやったぜ。え、ちょっとびっくりした。卓球少年降臨して、よし、やりました。リギュラーから引き戻したら AT ってことか、そういうことなんですか。やったーやったぜ、マジかラッキー、めちゃくちゃ嬉しいなこれ。よし、いいステージいた、もしかして。とりあえず1チャージ。ナイス、あー伸ばそう伸ばそう。ここですね、鉄拳制裁。さっき20ゲームだったかな、もうちょっと上行ってほしい。20ゲーム超えて、お願い、ここ超えて、あー超えない、難しい。20ゲーム、でも20ゲームあるからね。お、来た来た、来た来た、やりましたやりました。2回目の鉄拳制裁、まあ、ポイントもめっちゃ溜まってるし、しかもレア役、しかもレア役、あー調子めー、なおかつこれですから。いやでも20ゲームでもありがたいよ、ありがたいけど、あー20ゲーム、まあ、1個はもらってるんで30ゲーム。ありがとうございます、ボーナス。え、こっちはないねん。筐体の幹を叩け叩かしてもらえる。え、ちょっと待って、ほんまに叩かなあかんのかな、叩くってこと。え、いいの。あー、ちょ弱い。え、ちょっと待って、無理。え、叩けます。あー叩かしてもらえた、そういうことなんや。ゼロページ、ありがとう。あ、こっからもう始まるの？なんじゃいこれは。ちょっと待って。対決が続くほど絶頂チャージのチャンス。絶頂チャージがあるの？絶頂チャージのチャンス。続けば続くほどね。はい。継続、あ、これも大丈夫やな。はい、こんなの初めてやって、継続、これはいいでしょう、これはいけたでしょう。はい、終わったかな。あんまり続かへんかったやんな、多分。続けば続くほどいい報酬がもらえたわけや。あ、そうです。赤なな、赤なな、赤ななですね。赤ななのボーナ
さあボーナスは終わりました。ヨウト左に任せといて。やー押して。はい、おもう一丁。あーチャンス528万円です。さあ続きからなのね。あプラス10もらえた。ラスト18ゲーム、18ゲームとあとストック1個残ってます。ラスト、ラスト、あ、あれ、あ、思った。あ、え、なんかさできるっぽかったよね今の。え、違う、なんか怪しいな。あ、怪しくない、実力やと思われへん。なんか煽ってた気もするし、気のせいかな。はい、いやもう何でもいい、何でもいい。けあーもう大体20ゲームか、大体20か、しょうがない。ラスト、正真正銘ラスト。いやー終わった。でも163ゲームもやらせてもらいます。565ポイント中、左、中、左、右、よし、ゼロ型ゲー、あー白い、左、右、中、左、対決っす。あー1個上がって対決勝負じゃ。縁日星 2.5。 お手並み拝見。やるぜ。やるぜ。あーダメそう。行け左前方の鈴を鳴らすのは。あーダメだ。あー中左、左、中、右、左。おゼロー、ズガラ右、左。熱いんじゃない、熱いんじゃないですか。ダメですか。危なかったぜ。いやどうですか、お願いします、お願い。いやダメダメダメ。ああ、とりあえずいった、いったよね、いきました。ゼロ型ゲー、チャンス。あー黄色まで上がって対決。左、右、ワンキャラパッキー。わー、これは、これは厳しいか。左、右、シュー、ラカ、ひよっこだ。ラスト、あー、これは厳しそう。あっさり負けた。ダメー、682枚。お、びっくりした。あれいい感じ、もしかして。今お待たせ、やっと来た。やっと来た。今日下ネタしか言ってないって聞いたけど。冗談じゃねえ、下ネタもほとんど言ってねえよ。本当言ってないよ、言ってないよ、下ネタしか言ってない。それ聞いた、下ネタしかって失礼だよ。ずーっとアラジンエースクラシックの説明して、ただにペルフがチッポ食ってるって話をしてる。ねえ、なんなの、どういうこと、そんなこと話した、どういうこと、怖い、ね、姉ちゃんか、そういう問題じゃない。え、もう今日やひどいんだよ、おとんが。なに、なんか、ね、下ネタばっか言ってんでしょ。下ネタバズーカで出生を出して下ネタバズーカって何。え、なんて、いや、下ネタバズーカ、おめえも、え、おちょ、なんだ下ネタバズーカって。え、言ったよね。俺、なんなんだ、下ネタバズーカって何。下ネタバズーカなんだよ、今日。だからどういうことなの。じゃあ聞いてくれよ。え、どういうことなの。でさ、俺がじゃこの台の説明を真面目にしようとすると、え、どうしたんですか木村さんとか言われて。え、
なんかいつもの感じじゃない、いつもの感じじゃありませんとか敬語出さないから、じゃあしょうがない、いつも通りやるかっつってしょうがないと、本当に嫌な顔して、結局俺が嫌いなんじゃないかって。どこなんでも、どこなんでも、俺にしてもそんなきつい下ネタそんな言わないじゃん。下ネタ？いつもそんなきつい下ネタ言ってたっけ？何も聞いてないから何言ってたか分かんないんだけど、ひどかったんだ今日。ひどいよ、だってめずっとチンポって言ってるしさ。チンポ？ひどいよね。それはあんまりじゃん。そんな、そんなこと言ってもダメだよ。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。チンポは大丈夫。何はダメなの？出玉でね、出して、ちょっともうその黙らせなんだっけな、黙らせようと思って、やっと今いい感じなんだ、黙らせてるね、黙らせて。俺、すげえ真面目に説明してましたけど、今日は来たら、ね、すげえ、あなた敬語でどうしたんですか、今日は木村さんとか言われて、あんまり継ぎはぎてないじゃん。ちょっとテイストが違って、テイストが違ったから、ちょっとなんか戸惑ったの。あ、なるほど、あ、間を取れってことね。そうだね、極端すぎたんだな、間を。そうか。やばいね、露骨な下ネタ。ダメだよ。ダメ？嫌いじゃねえだろ。マスクの下結構笑ってるからね。たまた、トントンぐらい。ちょいプラス。おめえ一緒トントンだろ。すごいね、ずっとトントン。何の宣伝もないんだけど。逆にすごい。自分の、なんか自分のケツは拭いてるよっていう。ああ、なるほど。だから二人どうですかと思って、うん、便秘なのに自分のケツは拭いてるよって分からなくてもいいぐらいなんだけど。なるほど、こっから俺もロング以上は絶対あるから。6以上、ロング以上。あ、ロング、あのショートとロングと超ロングがあって、すごい連チャンしそうってこと。あ、いけ。あの、よかったらこの継ぎはぎファミリアの解説、あの木村さんがしてくれてるから。あ、見るね、見返してみて、すごいわかりやすく。アラジンの回見ます。アラジンの回見たら見ますね。アラジンの解説動画なんて今日。じゃあ大丈夫そうかな今日は。いや、まあ俺の頑張り次第だね、俺とおとんの。ちなみに投資はいくら？投資6000円。お、少ない。俺18000円。俺27000円。27000円。まあまあ、でも、でも出てるから。まあ全然プラスあるよ。今500円くらい。プラスあるよ。あるある、持っていけそうだな。頑張ろう、諦めない。あー、ダメ、すごい、ダメ。本当に続かないね。いや、こんなに単発が多いの、これ初めてだ。そんなに、まあ、こんなにはまらないのも初めてだ。お、消灯した。いやいや、あの、ちょっと。あ、そっか、もう終わったってことか。はい、終わりました。あ、終わっちゃった。まあ、ロングだったのかな。7連、うん、まあ、わかんない、ショートの可能性もあるけど、まあ、いいんですよ、ここ2分1、うん、ここでね、はい、ここで弾けばまたいい話。夜ステージに今日行ったけど。あ、行ったの？うん。おー、そうそうそう。ダメですか。ダメ。いや、まだ、あー、落ちる。よー、よー、うん、当たらなさそうな感じはさ。あ、でもこれ熱いやつや、熱いやつや、強対決ってやつ。レディーファースト、弾取らせてもらうよ。弾取らせてもらうよはパワーワードじゃない？弾取らせてもらうよ。いや、だ、どう、大丈夫かな、大丈夫よな。ああ、嘘だ、いや、負けた、地獄へ落ち。うわ、マジか、ダメなんだ。ああ、やっぱり、そうやんな。かわいい、何このパンダーボール。あ、あ、あ、
これ止めるんじゃなかったや。ストライク。やりました。早い早い。125ゲームからの、ちょっと待って、あー来ない。ちょっと待って、ターが欲しかったのに。あーこいつの強い強い強くない。え、嘘嘘。あー、あ、青、あ、このパターンは青ってこと。あー嘘、青や青や青や、来た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 、めっちゃチャンス。え、待って、これで外すとかない、なしだよ。頼むね、頼むよ。これもう一回パンダ狩りでいきます。いやマジこれ決め、これ決めんといかんから、本当に。おー、ゼロゾロいね。あーゼロゾロいね。もうこれ、いやいやいや、これもうもらった、もうもらった。これはもらいました。はい、これでもうレインボー、簡単簡単、嬉しい、めっちゃ嬉しい。伸びるよ、伸ばせるよ。容赦しねえぜ。はい、いただきロードゲットです。ラスト、とりあえず HP ゲットです。やりました。最後、あ、これ、あ、1個あるとか、1個あるとかっていうのあります、そういうの。あー、来た来た、1ゲーム目でゼロゾロい。いやー、わっ、あー、70ポイントか。お願いします。あー、ないよな、ないよな。いけ、あはー、これはめっちゃ痛いな、これは痛いな。284枚。やめようかな、ちょっと時間のこともあるし、ちょっと一旦2人の様子を見に行って、足りない、あ、ちょっと待って、全部入れてみます。ちょっとメダルを530枚、ぴっちり3枚です。厳しいな。状況悪くないですよ、やれてないですよ。こんな台めった打てないんで、逆にこんなハマんない台。そっかそっか、確かにね、ハマってないもんね。そうなんですよ、恩恵あってもいいと思うんだけど。あ、行った、青、青い、多分レア、あの、この突き押しでも、うん、早出し音違うときレア突き押しってチャンスアートになるんで、やっぱ弱いんだよ。あ、そうなんだ、うん、レア突き押し。青いラクタトースのところで、あー、3連勝。うお、すごい、マジか、決めました。おお、すげえ。レア付き星で上げて、短期で決めました。すごい、よし、じゃあちょっと毒入れてくるわ。え、あ、毒ね。毒当てとけよ、ほら。うー、わかったよ。おー、これは探知か、探知だ。よしよし、見とけよ、おとん。あ、ゼロに行っただけか。矛盾、探知来い。お、来い。
いや、先にやって遅かったなっていうか。よーし、234ゲームで一応持ちメダルです。え、当たってる？当てといたよ。すげえな、ペロ。だって当てとけって言ったから、おとんが。頼むぞー。さあ、ショー、うわー、来た。いきなり、いきなり、いきなり。いいなー。マジかよ。ゲッ！おー、あれ？あれ？おー、マジかよ。最高、最高。おめでとう。よし。9枚出てきたよ、なんか変なのが。おい、やっちゃえ。よっしゃー。おーい、よーし、3連。いいね。おー、最高、すごい、最高、最高。よかった。いきなりで、これで4連。よし、よかった。よし。ダメかと思った。ね。うん。どうですか？どうですか？ごめん。あれ？マイナスだねってことは。今ね、ペロが2万8000円。2万8000円ぐらいマイナス？2万8000円投資の。2万8000円投資か。今からまた追加投資する。俺が出したいくら？だ、200枚ぐらいしかプラスにならなかったから。いや、すごいすごい。パチンコ行ってくるわ。みんなの分をプラスにしたいと思ったらパチンコしかないから。うどうしたん？ん？そんな家族思いだったっけ？いや、それとも、うん、パチンコ行きたい理由はみんなの分をプラスにするんじゃなくて、そろそろパチンコ打ちたいなっていう。決して飽きたわけでは。なんか怪しいな、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 怪しいな。家族のためです。家族のため。家族のため。本当？うん、本当。姉ちゃん生まれ変わったから。生まれ変わった、うん。でもうめっちゃマイナスだから、パチンコ行くよ。だったら2人で行ってくれば。あ、パチンコ一緒に行く。パチンコ行こう。なんか打ちたいのある？そうだね、なんか、ライトミドルがいいかな。そうだね、ライトミドルがいいな。ライトミドル。ベルが入ってもいいで。そうなん。姉ちゃん何打つの？姉ちゃん何打つの？姉ちゃんはもう分かんないから迷う。迷子なの？迷子なの？ユニコーン行ってみる？319のユニコーン行きます。よし。マジかよ。あー、4連終了。では、で、ユニカン切れました。さあ、ツボが出てきて、きたー。よし。さあ、引き戻し成功。さあ、ロング以上でありますように。蛇が出てきた。これなんだっけ。ここはリプレイ。あれ、蛇ってなんだっけ。あ、もう決まりか。よし。さあ、ユニコーン切れてから2年。青ラクダ大丈夫。うわー、第3まで行っての。第3枚点灯してリプレイで、さあルーレット。
いいね、いいね、いいね、いいね。さあ、壺が出てきて、こんにちは。蛇だ、蛇だ。これはさっき当たりでした。よし、さあ、青ラクダ第3番です。よし、さあ、ここで探知に。すごい怖光ったな、今。ボーナス。タンチェ、これ多分あのこれで抽選は裏行ったわけじゃない、多分抽選外してんだよな、あそこでダイヤってこと。おい、あっ、うー、カップイン、ダメだ、来ない。もしかしたらボーナス中のあの探知で複数裏に回って複数ってこと？って可能性はあるな。はい、ということで、時間が来ましてノーヒットで終了です。すいません、ペロがどうなったか、音がどうなったかちょっと分かんないので、エンディングで確認したいと思います。ありがとうございました。あー、なんもない。タイムアップ、チクショー。マジか。終わっちったよ。で、ナイトステージ、さあ、ユリカ消えてナイトステージ。さあ、おい、終わったんだけど、今どうしたの？1000枚、今トントンぐらい。なに、俺と姉ちゃんダメだったからごめんね。プラス、おめえら染み打ちだろ、パチンコ。なあ、何言ったんだユニコーン。え、ユニコーン染み打ちだろ。違うよね、違うもん。一発狙ったよね。そうだもん、挑戦した。いいよ、もう俺出すから、雪の中膝抱えて待ってろ、バカ野郎。待ってます、待ってます、お願いします。さあ、問題はここから、遊戯館切れた直後の後なんで、
おお、ヘビできた。よしよしよし。もう状態にはいってんすよ。それが果たしてショートなのかロングなのか超ロングなのか。おお、さあビッカーできた。レンチェだけど、さあ何か取れました。A。で、さっきの分の A が出てきました。さあ、お主人救命役で見て、おい、復活。よーしよーしよーし、これしばらく終わんねえぞ。これ、本当に負けるかもしんねえ。実際ね、一発のこうアラちゃんってことで言うと、そんなにちゃんしないですよ。というか、まあ、6周年で切れて、でそこでまた引き戻して、で、レンチャーして、切れて、レンチャーしてみたいなのを繰り返して、今、結構1200、1300までかな、持ちコインで言っても1400超えてます。さあ、こう復活。ビッグ、さあボーナスが出てきて、まさかこんなところで終わらせるわけにいかねえぞ。おい、やっぱね、この作りというか仕様はまあさておき、ね、そのアラジンエースを模したものなんで、このやっぱエースだよね。やっぱ煽りすぎず考えさせるっていうね、もう想像させる、妄想させるっていう、これなんだよね、やっぱそのエースって程よいのは。まあもちろんね、アラジンっていうものがあったからできたってわかるんですけど、それも一つなんですけど、まあでもこの作りは本当最近のパスロ、6号機のパスロが忘れてたもんなんじゃないかなって気しますけどね。よし、あー終わっちゃった。で今指一貫切れました。ないね、今の話は。というわけで、足りたかな、どうかな、まあぼちぼち1000枚ぐらい打たはずなんですけど、果たしてプラスになったのかどうか、エンディングで。いやすいませんね、お待たせして。お帰りなさいませ。本当にお帰りなさいませ。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。さっきまで、さっきまでずいぶん違うね、なんか、はい、今日下ネタがどぎついとかって。あーもういい。いやいや、怒ってたよね、確か。なんか今日は、いやいやいや、なんかちょうどいい頃合いの音ないんだ。いやいや、今日本当にね、ご説明もご丁寧にしてくださいまして。敬語で戻ってる。ね、ね、完璧だったってことだよね、音はね。ただ、巻き返すかどうかがわかんないですよ。姉ちゃん結局どうだったの？姉ちゃんは結果で言うとプラス75枚です。75枚、うん、
プラいや全然ありがとうございます。すごい、ね、すいません。プラス75枚で。恥ずかしい逆にちょっと。プラスなだけすごい。プラスで終わりましたね、うん、一応ね。俺最終的に2000枚ちょい出たんですよ。なんですけど23000なんで、だから姉ちゃんと合わせて、うん、でプラス1000枚ぐらい。プラス1000枚ちょいです。だから、ペロンの総数、そう、1000枚以内に抑えたら、うん、この雪の中、豪速球を投げられるっていうことなんですが、ね、さあ、ペロンの結果は、ペロの結果をじゃあ34枚マイナス、あ、違う、34本ちょっと待って、つまり、1500枚ぐらいってことですよね、45枚貸しなんで、はいはい、うん、負けました負けましたね、ほんとごめん、みんな、いやいや、もうしょうがない、今日俺が足引っ張った、いや、でも私もちょっと伸ばせるとこ伸ばせなかったとかあったり、あれ、こんな感じだったっけ、なんかごめんなさい、いや、俺がね、まあ、まあ、俺が悪かったのかな、まあ、もうちょっと伸ばしてくれたら、まあ、もうちょっと伸ばしてくれたらあの、姉ちゃんも無事復帰して、そうですね、はい、ちょっと本調子じゃなくて、ねね、腕が振りませんでしたが、ね、次回からまた頑張ります、次から本気出して、はい、本気出して頑張ります、我々も、はい、もう一回気を引き締めて気を引き締めます、はい、頑張っていきましょうと、すいませんでした、こんな感じだった、ばっくってんだよ、この野郎、ねえねえ、もう終わる感じだったじゃん、もう俺も何も言えない、頑張りましょう、ほら、言う、ごめんなさい、ごめんなさいは、ごめんなさい、そうなの？チッパッカ振ってた。ごめん。どういう番組になってるのかわからない、私は。わからないけど。あ、そうなんだ。そうなんだよ。それは良くないね。だから34本も負けちゃった。そう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 。ごめんなさい。振ってた。煩悩の方が勝っちゃった。じゃあ次からは。次からは振らないでいてもらって。はい、お願いします。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。つぎはぎファミリア、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。